トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。10月24日土曜日の朝です。今日の空模様です。南西の方角からカメラを回してます。青空と白い雲が浮かんだ晴れの日の朝になってます。風が今日は少し強めで、北西の風が3メートルから5メートル吹いてます。太陽の眩しい朝になってます。100キロ訓練もちろん意味なので、車外をやめて鳩の調整をします。飲水器にアリナミン V を入れて鳩の疲労回復、疲労予防の対策をしたいと思います。鳩さん、おはようございます。おはようございます。今日の棚の上、黒ごまのお酢ですね。灰ごまのお酢ですね。うわ、暗くなっちゃってよく見えない。あんまりよく見えませんね。朝の日差しがきつすぎるようです。これは隣は黒ごまのサシですね。これは秋参加するのを見送った鳩ですね。客観の上にガムテープで目印をしてあります。持ち寄り日の朝、気になる糞の状態です。手前から奥の方に移してます。見た目異常ないですね。いつも通りの状態を維持してます。これなら大丈夫でしょう。朝の食事を与えてます。こんな形で、あとバタ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 しながら餌を食べてます。今日車外しなかったのは訓練だから本当はしてもよかったのかもしれないですけども、秋シーズンの最初の訓練に参加するということで、少しこう餌を減らし気味で、飼育してました。その関係で今日車外して、入社がですねばらついちゃうと餌の食べる量がこう取り寄ってまた変わっちゃうんで、そういうことを心配して今日社外をやめてます。特に餌を食べに来ないような鳥とか、そういう鳥はいないし、みんなガツガツ食べてますから、鳥の状態としては問題ないんじゃないかなと思ってます。先ほどから何回も言ってるように、今日は秋シーズン最初の訓練に参加します。今日の持ち寄りは茨城県の岩間ですね。100キロの距離になります。明日ですね、100キロの補給を行って、翌週200キロいわき上田からのレースになります。昔は100キロっていうとレースをやってたんですけどね、いつの間にか100キロはレースじゃなくて訓練になってしまいました。いや、これもやっぱり参加者の減少とか参加波数の減少とか、こういうのもやっぱり影響してますよね。昔は100キロっていうと一番こう最初のレースのだったので、商品をたくさん用意して、うちの連合会だったらば50位ぐらい、参加波数が700%ぐらいですね、700%ぐらいで、商品を50位ぐらいまで出すということで、家庭サービスの一環として、その商品を自宅へ持ってって奥さんに、また秋のレースが始まったんで、こんなに商品持ってきましたよと。でこれでしばらく鳩のレースに専念しますので、多めに見てくださいねという気持ちで、家庭用商品、砂糖とかみりんとか、ミートソースとかね、カレーのルーとかお醤油とか塩とか、
なんかそういうふうなものをですね、たくさん買って、1人がだいたい2000円か3000円ぐらいの商品をですね、家庭に持って帰れたという楽しみをしてたのがこの100キロですね。それがいつの間にかこういうふうに変わっちゃいました。アキレースはね、大昔は700キロやったり1000キロやったり、そんな時代もあったんですよね。それがこういつの間にか距離もどん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 短くなってきて、今は私の所属している連盟では400キロですもんね。水沢400キロが最終レース。帰りもアキレースは悪くて、なんでこんなにアキレースの帰りが悪くなっちゃったのかななんて不思議になるくらい帰ってこないことが続いてますね。今年の秋はどうなんでしょう。異常気象で6月も7月も8月も9月もこの10月もなんか自分が思っている天候とは違うような天候がこう続いてて、鳩の帰りに影響しなきゃいいななんて思ってます。まあいつの間にか変わってしまった秋レースです。ブツブツ言ってても、これも時代の流れですから、やむを得ないななんて思ってます。今の私の考えではもう秋レースは春レースへのステップレースということで、秋は落とさずに1羽でも多くの鳩を残して期待する春の長距離レースへ向けての駒の数をですね、一つでも多くしたいなという気持ちでいっぱいです。はい、今日はこんなところで、本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。明日は100キロ訓練の期間状況をブログに載せたいと思います。ちょっと掲載する時間が遅くなるかもしれませんけども、ぜひとも見に来ていただきたく、よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。